注意。この動画シリーズには以下の要素がマシマシになってるかもしれません。それがダメな方はブラウザバック推奨です。それ以外の方はゆっくりしていってね。久々に名軍機シリーズ撮影だね。そうだな。ところで、最初からしれっと大ちゃん混じってるけど、今回のゲストはチルノも呼んでたんぜ。最初はそのつもりだったんだけどね。今回を30回記念コラボ会にしようと思って、チルノ枠を特別ゲストにすり替えておいたのさ。その方がコラボ相手様ってわけだね。一体誰なんだろ。もうそろそろご到着のはずなんだが。特急リレー号さん、来ましたよ。お待ちしてましたよ。どうぞお入りください。というわけで、当チャンネル登録30人突破記念コラボ相手様の、立花立花さんです。マイクラで無限帝国を創設してたり、ウォーサンダーで実況プレイを展開してたりする方です。よろしくお願いしますね。というわけで、ウプ主の名軍機講座戦闘機編第5回、スタートしますよ。さて、今回で取り上げるのは、こいつです。パッと見は、スリムになった棒ファイター、みたいだね。すごいかっこいい。こいつは、帝国海軍が本土防空専用に開発した極地戦闘機、J5N1 です。天雷、の名前で呼ばれてますね。それじゃ、説明に入ろうか。この戦闘機の開発指令が中島飛行機に下されたのは1943年1月のこと。当時すでに帝国軍の占領地を蹂躙しまくっていた B-17 に対抗するために、高速と高上昇力を兼ね備え、高火力高耐久の対応型爆撃機用重戦闘機を海軍が欲したのがきっかけだった。具体的な要求は以下の通りです。高度6000メートルで最大時速667キロ。高度6000メートルまで6分以内の上昇力、最大上昇高度1万1000メートル。あと、装備は機種に20ミリ機関砲2門と30ミリ機関砲2門な。それと、コクピットと燃料タンクは十分な防弾装備を施して、極めて軽快な運動性を誇る機体に仕上げてくれよな。と、かなりの無理難題っぷりでした。あ。まあ、ここまでで大体お察しだろうが、このまま続けるぞ。この戦闘機を語る上で一番の特徴は、双発探査なことかな。え、双発探査？ P38 も双発探査だったけど、確かに形態的には珍しいね。こうすることによって、機種に大火力の機関砲を集中搭載できるんだよ。そしてこれもご多分に漏れず、20ミリ2門と30ミリ2門を搭載するよう指示されたわけだ。なるほど。エゴシ砲というかは砲ってわけだね。どっちがエゴシでどっちがヨウカワなのか。大妖精くん、ちょっと黙ってヨウカ。参戦した。この無理難題な要求に対し、中島飛行機は、まったく海軍も無茶な要求を出してきたもんだな。だが、やらないわけにはいかないし。こうなったら、機体を徹底的に小型軽量化させるしかない。フラップも20にしてみよう。これで、なんとかなるかもしれないが。肝心のエンジンは、なんだっけ。え、何が搭載されたの？誉れに1型。え、誉れに1型。はい。誉れに1型。なんだっけ。そう、こいつに乗せられたエンジンは誉れだったんだよ。堺発動機の設計をもとに、2000馬力クラスの強力エンジンを目指して開発されたものでな、当時の日本最高峰の技術を結集させて完成したんだが、それに当時の日本情勢が追いつかず、低品質のものばっかりが溢れることになったんだ。それでも、市電や市電海、ハヤテ、さらには銀河、流星、サイオンなんかにも乗せられて、その高性能を発揮してはいたんだが、設計自体がかなりカッツカツだったみたいでな、配線がエンジンの熱で焼けて絶縁不良を起こしたり、部品のタフネスが低くて壊れたり、シリンダー内の温度が異常に上昇したりと、問題尽くしだったんだよ。あ、他にも問題があってですね。まだあるんかい？
そもそもこのホマレ、ハイオクガソリンの使用を見積もった設計だったんですよ。ハイオクガソリン、それって美味しいの？なわけあるか。通常のエンジンでは、ガソリンを混合気化させて点火します。すると、その周りから燃焼し、ガスが膨張していきます。その膨張で、未燃焼の混合気が圧縮され、同時に高温化していくんですけど、それが臨界点を超えると自己着火して、その時に発生する衝撃波でエンジン部品が壊れちゃうことがあるんですよ。そろそろわからなくなってきた。頭がこんがらがっちゃったよ、オープン主。頑張れ二人とも。この現象をノッキングって言うんですけど、これを防ぐには混合気の点火時期を遅らせるか、ハイオクガソリンを使うかしないとダメなんですね。ちなみにハイオクガソリンっていうのは、オクタン価が高いガソリン、つまりエンジン内での自己着火が起きにくいガソリンのことです。通常同じガソリンでより高い馬力を出そうと思ったら、圧縮比は高い方がいいんですけど、そうするとノッキングの発生確率が高くなってしまう。それを防ぐために点火時期を遅らせると、今度は膨張エネルギーの大幅なロスで馬力が低くなってしまう。どっちも防ごうと思ったら、ほぼほぼハイオクガソリン一択なんですけど、当時の日本のハイオクガソリンは輸入のみ、しかもそれも日米開戦による関係悪化で輸入がストップしてしまったんですよね。まあ誉れではそれを見越してノッキング対策はしていたんだけどな。そういや、坂エンジンも圧縮比が高めなの2000馬力くらいしか出なかったっけ。詳しくはわからないが、多分ノッキング対策で点火時期を遅らせた結果なんだろうな。ちなみに、通常ガソリン仕様のエンジンでハイオクガソリンを使っても、性能は良くなりません。ちなみに、反対の場合は、これはまさしくホマレのケースがそうなんだけど、高出力のために高圧縮比化させたエンジンだから、そこに通常ガソリンを入れると、当初の出力が発揮しにくくなっちゃったんだよ。あれ？大ちゃん、さっきから一言も喋らなくなったな。うぷ主さん、これって重くそねてはりますやんけー。さて、話を再開するか。そんなこんなで試作1号機が完成した天雷だったんだけど、ご多分に漏れずホマレエンジンが不調続きで、さらに一定高度での油圧低下という問題も抱えていたんだ。おまけに、フラップとエンジンナセルの相関関係の問題で、最大時速が600キロ止まりになっちゃって。そのおかげで、上昇力も高度6000メートルまで8分かかっちゃう程度の能力でしてですね。要求全部を満たそうとするあまり、重量も課題だったしな。まあ、結局は海軍の要求が無茶すぎたってこった。結局、操縦性は良かったみたいだけど、その他がズタボロだったせいで、ほどなくして開発は中止になりましたとさ。ボッシュートになります。うわ、ちょっと。さて、今回の名軍機講座、どうだったでしょうか。やけに難しい話だった気がする。右上に同じ、毎回こんな感じなんですか。いえ、今回は特別ですよ。そういや、今回は説明側が二人だったね。俺の方からお願いしておいたんだよ。説明側に回ってくださいって。そういうことです。というわけで、そろそろ締めますか。そうだね。と、その前に、一つ謝罪がございます。この度のコラボ動画、遅れに遅れまくってしまいまして、誠に申し訳ありませんでした。以後はここまで遅れることのないよう、頑張る所存であります。以上、うぷ主からの謝罪でした。そして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。他の動画でも、ゆっくりしていってね。